どうも、達也です。今回ね、自分が恐怖心にね、押されたりとか、自分の不安を減らしたりとか軽減したりするための呼吸法をね、一緒にやっていきましょう。5分間やっていきましょう。やり方はとても簡単で、鼻から息を吸って止めてゆっくり長く吐く、これを繰り返します。真似してみてください。それでは一緒にやってみましょう。鼻から息を吸って止めてゆっくり長く吐く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 。少しお腹に手を当ててみましょう。鼻から息を吸って止めてゆっくり長く吐く。続けてください。鼻から息を吸って少し止めてゆっくり口から長く吐く。続けてください。リラックスしようとするのではなく、恐怖心を止めようとするのではなく、呼吸やその呼吸の時に動く体の感覚に注意を向けましょう。鼻から息を吸って止めてゆっくり長く吐く。吸って止めて長く吐く。続けてください。頭の中に何か浮かんでも評価をせずに、呼吸そしてお腹の動きに注意を戻してみましょう。息を吸って止めてゆっくり長く吐く。止めてゆっくり長く吐く。吸って止めてゆっくり長く吐く。止めようとするのではなく、呼吸に注意を向け続けます。吸って止めて長く吐く。
もう一度。5分間経ちました。少しね、緊張感がほぐれて、クリアなね、頭の中がクリアになったかなと思います。ちょっとずつね、こういった、呼吸法も皆さんにね共有するので、できるところから始めてみてください。そうしたら、パニックとか、うつとか不安障害とかね、トラウマとか反芻思考もそうですけども、ちょっとずつ自分で乗り越えられるんだっていう感覚を、つかめていけると思います。そしたら自由心にもつながるし、自分のやりたいことができるかなと思います。はい、それでは、またお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなります。大丈夫です。またね。